北陸をデジタルで元気に北陸アイドル部です。はい、能登半島出身高校2年生の間違えた高校3年生の土井ソワとはい、いつもノリノリのいたずらっ子高校2年生ちなっぺこと加藤千夏と小松町の宮橋翔恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このポーズ何ですか？オッケー、MRO の、つけてみ、つけてみ。あ、そう、目に入ったんで、ありがとうございました。ありがとうございます。小松市出身の、はい、ちなっぺが、はい、私小松市出身なんですけれども、ご一緒できて嬉しいです。あとでお写真撮ってください。はい、ぜひ。じゃあ、私、そう、最初に、はい。なんて言ってたんだっけ、最初に。なんて言ってた？市長にさ、はい。笑顔が。あ、そう、市長、本当に笑顔が素敵で、すっごくキラキラな歯が素敵なんです。そういうことじゃなくて小松について話しましょう。そうそうそう、今回は、はい、あの小松市の SNS、はい、インスタグラムの小松についてお話をお伺いしました。はい、ありがとうございます。皆さんも、うん、多分 SNS、インスタグラムでリールでピーって見てたら多分出てくるよね。出てきますね、うん、石川県の方なら絶対に見たことがあるはず。小松市長がご自身も出てらっしゃる、ね、たくさん出てますので、はい、はい、見てください、はい。一番楽しかったのは何ですか？歌舞伎と戯れる感じですかね。皆さんぜひぜひあの調べてみてください、はい。私が一番好きなのはあの市長が自分の机を掃除しているやつです。お、多分見たらわかると思います、はい。あの消防だったり、あとは小松の観光だったり、そうそうそう、あとは市長のモーニングルーティーンとか、うん、本当にたくさんのジャンルで小松コマバズがたくさん投稿されているので、はい、皆さん気になった方はぜひ見てみてください。そして本編はラジコをぜひ調べてみて、あ、聞いてみてください、はい。皆さん、また会いましょう。はい、またねー。